今回は私たちが買わなくてもよかったと思うベビーグッズのご紹介です。まずはこちら。これは賛否両論あると思うんだけど、子供は喜んでうちは乗ってくれたんだよ。歩く練習にもなったんだけど、部屋が狭いと物とかタンスに当たってね、身動き取れなくって子供は泣くし、今考えるとレンタルでもよかったのかなって思ったね。続いてこちら。これは産前にベビー用品を揃えるときに買ってたんだけど、新生児の時ってずっと家にいるし、1ヶ月検診の時に靴下を履かせなくてもいいって言われたんだよね。あ、そうそう、私も言われた。外出した時とかさ、履かせてたらいつの間にかなくなって片方だけ履いて片方裸足みたいな。そう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 、可愛いからね。そうそう、あのせっかくだから履かせたくなっちゃうんだよね。なる。最後はこちら。こんなのあるんだ。そう、こうスポンジになってるんだよね。そうだけど、うちの子にはもう全然合わなかった。なんで？もうかぶせると、もう嫌がってもうギャン泣きだったし。違和感があるんだろうね。そうそうね、ちょっとね気持ち悪いんだろうね。捕まり立ちしだとさ、どこにいても目を離せないのは同じだよね。そうそう、だから結局かぶらせてなかった。